トゥース。どうも、秋田さん、タクト、しょうちゃった、アイソ、パラメシア、今回の中身です。ストップ。いやー、牛丼全サイズタイムアタック対決。イエス。今日も深夜で撮影してるわけですけども、深夜テンション突入やね。今回、まあ、スキヤでやろうと。はい、まあ、先ほど言った通り全サイズ、はい、まあ、表記にあるやつですね。キング牛丼もちょっと一回話を置いておいて、スキヤ店員さんサイズの方言ってもらってもいいですか。ミニ、はい、波、波、大盛り、大盛り、中盛り、中盛り、特盛り、特盛り、ネガ、うん、キング、ああエンペラー、サファイア、ペガサス、あ、それはもう造語ない。マックマックの、マックなんだ。マックサイズ、まあ、メガ盛りまでのやつを2-2に分かれて、うん、まあ、タイムアタックという名の早食い対決をやっていこうかなと思います。普通にきついよ、想像はちょっとつく。全部押したら余裕でキングは超えてる。そうなんです。では今回2-2というわけで、まずチーム分けの方から発表したいと思います。せーの、タン。まあ、無難オブ無難、一番均一、バランスは確かに。この牛丼食べるのもいいけど、ちょっとトッピングないのは寂しいのかなと思います。あ、そうですね、目代わりもないし、うん、AK すき家店員さん、 AK すき家店員さん、 AK すき家店員、すき家系の企画全部俺に分配。この手のプロじゃないですか。まあ、じゃあ今回トッピング同じものをさ、お互いに使えても、まあ、そこは面白くないです。そうやな、ということで10個厳選しました。お、はい、こんなあるの。こちらです。おい、はい、でこちらの10個の中から、まあ、5個ずつちゃんと使ってください。 OK、 使わないはなし。トリップしようよ。トッピングトリップ、トリップっていうのは、まあ、野田で伝わる、まあ、ドッジボールとかやるときのね、チームゲームでよく使われてたやつです。そう、誰を引き抜くかの時のじゃんけん。残酷でした。トリッピ、トリッピ。山かけもらっとこうか。あ、まあ、速さね。はい、大将。じゃあ卵じゃないですか。まあ、まあ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 。トリッピ、トリッピ。おろしポン酢か、オクラ。オクラか。早く食べたいか、美味しく食べたいかによるよ。おろしポンでいいんだ。はい。さっぱり、さっぱりね。重いよね。食べやすい。じゃあネギ玉で。そうです。せーの、トリッピ。違う。ああ、もう、この客、種類で。バケ抜きしかしなかった。オクラで。おお、いいです。食べたいって言えばかなみたいな。ああ、同じく。今何回負けてんの？3回で3杯。ああ、じゃあ負けてます。いきましょう。トリピ。違う、違う、違う。違う。ヤンニョムチーズはちなみに俺含め全員まだ食べてる。シンプライドに。ご飯重いよ。そしたらヤンニョムチーズ食べたいよ。絶対キムチだな。ああ、そうだな。こっちもチーズ持ってるんで。そうだよね。さあ、全敗のエビとなるのか。トリピ、トリピ、トリピ、トリピ。うやー、あめ。失敗してね。相手がキムチ欲しいから、キムチもらってくる。そうだ。まあ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 、でも食べやすい可能性あるよ。まあそうだな。こうなりました。はい。まあこれがどう鍵を握るかね。そうですよ。まあとはいえ結局その牛丼ですから。そうそう、メインはそちらから。まあ今回ストップウォッチで測ってもらって、で最終的にまたここに戻ってきて結果発表でいきましょう。お願いします。遅すぎて寝ちゃったりしちゃう。なんか言ってるぜ、アイスさん。困ったね。特別に困るなよ、お前。なんか言ってるぜ。こう避けてたよ。スカイダイビングをかけて対決企画たくさんやってますので、はい、お見逃しなく。お見逃しなく。この動画が少しでも面白いと思いましたら、チャンネル登録、高評価、コメント、拡散のほどよろしくお願いします。お願いします。ます、牛丼全サイズタイムアタックやっていきたいと思います。よいしょ。それでは、よいしょ。元相方です。それの相方です。さて、何？牛丼全サイズ？ん？ダメちゃもちゃくちゃくちゃ。だって俺ら北丼全サイズやってます。そうだ、これの上位国やってます。なんで今更ビビりますね。そうだ、しかんだと思ったら北丼か。もっときついんだからね。あれが一番きつかったからね。まあとりあえずミニ、ナミ、中盛り、大盛りまで頼みました。頼みました。これトクとメガだっけ？トクとメガだっけ？もう一緒じゃないかよ。今日も空腹おじさんですから。おじさんなんだ。はい、おじいちゃん。おい。ミニのチーズ牛丼にフライドニンニクを。乗しちゃいました。並盛りのオクラ牛丼、中盛りのおろしポン酢牛丼、うん、で大盛りのわさび山かけ牛丼です。うん、さっぱりだね。今のところまあこれただちょっとあれだけど、多いやつかい。多いやつかの方が多分気持ちいいか。まあ一旦食おうか。一旦食ってそれで。とりあえず大きい方。一旦席交換しました。聞き手の問題ということで。忘れてました。え、じゃ目標はちょっと。そうだな。提供多分すぐ来る。ここでまず多分10分かかんない。じゃあ30キロ。30で全部。頑張って30。オッケー。逆に牛丼は後半持ち込むのは危ない。まあ、そうやな。よい、スタート。いただきます。いただきます。はい、飲み物。うわ、チーズ久しぶりに食った。うまっ。ていうかチーズとニンニクやばい。最高だ。無限です。うん、うまっ。腹減ってるのは深夜の牛丼。うまっ。
ちゃ来たじゃん、高森浩二。人にプレゼントするならバレだって。今の時代それで喜ぶやつはおらん。カス、何プレゼントするんですか。アマゾンギフト券。いいですね。はい、みんなもね、一旦注文に来ますね。うん、おろしポン酢うますぎるな。やっぱ菓子取ったやつでかい。うん、玉ねぎはいつまで硬いから売れてる。4分5秒か。ちょっとかかったな。待って、言わないで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 落ち着け。俺で、これ何、波盛り。嘘つくな。トクトクえ、ここからトクトク目がかかる。本気で言ってる。おいおい、嘘こくな。僕もりは覚え、わかんない。お前、はい、ここを30分以内に行くんだよね。え、10分です、10分です。次で、うん、全体で30分かからずに終わるって。あと20分で目がとかがつく。うん、食べてみないと分かんない、まだ。まあまあ、そうだ。一旦ね、あんま見てないのよ、メガとかのサイズを。持ち帰りのイメージが強すぎて、丼できた時、少なと思って食えるかもしれない。確かに。まあ、そうだよね、今、だって、お前、ミニだもん。だから、余力あんだもんね。全然、なんか、ねえぞ、注文取って。いや、俺、あの、大盛りと波食ってる。うん、俺、と手助けしたじゃん。一でこれで、ウィン、ウィン、ウィーだ。はい、はい、すっごい。そうだね、あの、実物見ると、やばいね。これ、えぐいっす。メガとミニです。えぐいよね。で、一応あのトッピングもこんな感じで、こっちの列をで食べるんで、こっちの列を。で、ここまでエビ来るのも結構大変なんだけど、後半大変なのだから後半大変です。トッピングをどうするか。まあ、卵じゃん、うん、で、他4つあるんだけど、卵、ネギ、玉、序盤にチーズを使うかどうかで。でも、ヤンニョムチキンはね、僕もまだそれが出てからスキア入ってないんで食べてない。それこの辺で使うの。ちょ、普通に味が気になる。高菜明太いらないなら乗せちゃってもいいから。高菜明太で、ここがりで、キムチ使う。キムチ使うか。オッケー、じゃあやっていくわ。はい、牛丼タイムアタックなんちゃら、よーい、さあ、いただきます。いただきます。マガシェロ、まあ、ミニは病院マガシェロ。うん、余裕。うん、腹減ってるもんね。うん、卵だけ一周回ってうまいな。そうなんだ。油断って意外とシンプルが一番いいってことだよ。間違いない。いや、まあ、やっぱ飲めるものは早いな。行くぞ、もう行くぞ。オッケー、いただきます。うん、ウォーミングアップにもうまくかな。高菜明太がね、うまいっすよ。一時期狂ったようにね、食べてた。毎回シフト入った時にこれを食べる時期が来て、で、一周回ると明太チーズに行くんだ。うん、でそっからあのおろしポン酢牛丼にめっちゃ紅生姜かけたりとか。うん、キャバが来たら終わるからな、牛丼は。マジで自分を疑えってことだよ、牛丼こと。剣道食うよりきついかも。可視覚的重さはやばい。新品が待ってる。次、中盛り。中盛りはね、ご飯少なめで肉が多いんで。一応完食。俺も初見だからな。うまいのかな。辛かったら結構きつい。これやばい、結構くるな。ピリッとかあ、でもヤンニョムだね。初めて食べたけど、ヤンニョム、ヤンニョムチキンのあれか。やばい、区切りがつくのが逆にきつい。ほうほうほう、はいはい。次がトッピングなしになるから紅生姜か。いいかな。まだ腹叩くの早いって。あ、まだ早い、まだ早い。今食べたやつよりもこれよりもでかいのが待ってるから。恐ろしい。逆、逆、これ逆のこれ。マトリョシカ。あ、マトリョシカ、マトリョシカ。逆マトリョシカ多いけど。そう、結構いい。よし、エビが食べ終わったら次、大盛りです。あ、よし、いただきます。大盛りはご飯多いの。ご飯320だった気がする。うん、結構あるね。特盛りはご飯の量一緒なんだよ。肉が並の2倍。メガもご飯は一緒なんだよ。うん、ご飯多いと。エビさん、ってことはここだけで米だけで1キロ超えてるってことです。そうです。紅生姜な、無料ってすごいよな、このうまさ。オッケー、これがキムチだね。オッケー、いっちゃってエビちゃん。これ食ったからって目が俺一人行ったわけじゃないからな。これを俺一人で食べるかもな。ナミも一人で食っちゃったじゃん。ってことだけど、俺キング牛丼以上食うってこと。そうです。で、エビがキング牛丼ぐらい食ってるってことだね。やばいね、これ一人一個キング牛丼以上ってことか。結構バカきたんですよ。え、何それ。チーザーフレンチ。何何何何、すき焼きにしか分かんない。初めてやる。初めてやる、初めてやる。
さっぱり。うん。よかった。うわ、これルール上なかったらさ、うん、絶対メガトクから言ってるわ。こっちは気持ち楽だと思う。うん、ああそうだな。もう辛いこととかさ、うん、先に終わらせてきといてタイプだな。俺先に終わらせたいという気持ちはありつつも先に終わらせるタイプなんだよ。最終日の深夜から本気出すからさ。ムーバット飲まないの？この作中一杯までね。あの大変体調が悪くなってくる。甘く見てたぜこの企画。はい。まあ、トッピングが逆に言えばもうないから。うん。30今。ちょうど10分で食おう予定通りね。うん。僕はカロリーちょっと知ったかね。ありがとう特に。せーの。お願いします。お互いにだって特盛以上絶対食うんだ。そうだね。じゃあれじゃない？あえてことじゃんけんして負けたやつが全部食って勝ったやつも車で。負け試合として。もう諦めるから選択もあった。諦めたえでも逆に、うん、でも全然1時間かかんなきゃ早くないよ。ここはもう見栄とかそういうの一回抜きにして、うん、本気の現状のちょっとあのお互いに揺さぶりそうないか、うん、ガチ、うん、ガチガチかあのもうあのキャパだけじゃないなんか体調とか全部ひっくるめていく体調って何それ。体調悪いこと体調悪いことある体調あるんだよ7 ダメじゃん7もダメじゃんいや7って残りの3で頑張ってくる得と目が、まあまあ、ちなみにあの8なんですよ。胃袋の体感は6友情なんだけど、体調がバフかってデバフデバフ。ごめんけど、今日ちょっと眼精疲労から来る頭痛の日だったわ。めちゃくちゃ頭痛い。今飲んどけ。めちゃくちゃ頭痛いだった。今日ちょっと牛丼が弱い日だったわ。今日弱い日だった。はい。ちょっと目が入っていいだった。いけんわ。エカサカ族のレベルじゃなくて。何を何回行こうでしょうか。でもね、なんか得すくらく見ない。え逆だろ。僕の方が多く見えるよね。一旦どうする。一緒に終わらせるタイプか、各自今目の前のやつを一気に食って、ね、これどっちだろう。気持ちは一個二人でこう倒す方が、まあ、多分早い感があるよね。え会社の人気がする。何やら開口とか言ったからじゃないのか。ちょっとまずいってお前目がととくまだ何も手つけてないで。このリアクションは2時間コース満たした。とりあえずね、はい、じゃあいただきます。いただきます。ちょっと紅生姜と、うん、そうね味変です。もったいなかったからね。もう忘れちゃうところだったぜ。こいつはちょこっと大きいでるんだ。おいおいおい、書いても書いても無理やが。こっちだった本当の。なんか気持ち少ないぞ。うん、臭みがあってのはまだ来てない。自分のそのいいペースで食えば全然保ってる。うん、これで終わりなんだもんね。どれよ。じゃあさ、うん、薪を紛らわすためにね、うん、うわ、ナッツっていう YouTuber 対決しない。どっちがうわ、ナッツってなることができるか。うわ、いいなそれ。その思考をか、ほら別のところに置いておくことによってごまかす。いいよ。アリケーター勝てない。無理でしょ。ブル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 アイケータ強いな。そこはもうレジェンドじゃん。レジェンドのもうイニシエルイニシエルね。パラオとかも出てるの癖になったんだよな当時。 ABTV ネットワーク、 ABTV ネットワークね。いいいいいい、この会話いい。全然このポーズに無意識に無意識にしたいか。アリケーター強すぎない。終盤でまだいる、まだいる。アリケーターでうわ気持ちいいってなるやつか。お前序盤で出すんだよそんな。板金屋さんぐらい。板金屋さん、秋葉の板金。わかんない。え、わかんない。うん、ガジェット系の人考えるとなんかちゃんと YouTube の時代って変わってくるんだ。まあ、俺らの時代かって話したら見て、ママ減ってるぞ。行こう。まあね。お、ほんとは肉半分以上系ですね。いけるいける。ちょっとタイム見とく。うん、23分あと7分。マジ。ノルマはね、1時間は絶対ダメ。そうね、絶対ダメ。楽しんだんだよね。米を減らして、視覚的に減らそう。え、待って、翔ちゃんめっちゃ早そう。なんかエビもその覚醒して25分とか。バカなんだよな、あいつな、長尾に。そりゃそうだよね。だってもう亡くなる人だったら手伝う意欲湧くもんね。
手伝うっていう気持ちでやるんだもんねそれいいよね自分が責任負ってる感覚ないからなんか力湧くよね先導してくれてたから誰かがそれに乗っかることができるからよくないよ、お任せなるほど、お願いしますいや、逆に俺が今お願いしますってやってる最中だえ、じゃあ逆に俺がこれ目が食ったら相当すごいからこれもう一回しかないえ当ゼリー、抹茶ラテうまそううまそうえ抹茶ラソミさんの唇じゃ、綺麗だなでもメガの器ってね、マインド的に別にきつくないんだよねこの高さがあるからうん、なんか、うん、合うか合わないかっていうことが全然合ってる合ってはいないなんか喧嘩してる主張が強いみんなあでもさっぱりなんださっぱりが勝ってくれるから助かるってことうんだから僕は儀式として作っときますか、ね、右玉メガ牛丼正直よかったね、多分あと15分ぐらい休めるマジで15分休めれば俺結構頑張れるかあ、これ全然俺が腹いっぱいとかじゃなくてまあ、翔ちゃんがちょっとお腹いっぱいそうだからあ、ほんと？ちょっと休憩時間も必要かなといや、欲しいっすねまあ、エビがね、この程度でねお腹いっぱいになるわけがないそっか、まあ、最初一応言ったけどさお腹いっぱいになってきたらトークとかしようかうん、もうトークボリボリにしてるけどうん、うんはい、15分ぐらい休めるってさで30分切るって俺これ1分以内で食うみたいな計算してるやんやばいいや、いけるね一人っ子っていうあれを別に解除してもいいんだったら食うけどあっ任せてくださいもうここはね、エビのポイントもかかってるからあ、すーごいね牛丼ってなんでこんな腹に溜まってるかみたいな牛丼ほどダイレクトなものないよね質量すごいねでも隣のお兄さん、いい牛丼カレーって言っちゃったよ、一人でパパすごいね早かったよ元気だね、若いね、生き生きしてるねでも彼女と来て、キング牛丼頼むじゃんそれで残すやつだけど、許せなくているのはい、ホワイトさげましたできんな、できんなってできんな、メガとかにしとけよ、お前ってメガでもね、いっぱい食べるんだなって思われるもんねうん悟るな、悟るなでも、あと4分の1ないっすよああ、頑張っちゃおうかな気づくな、気づくなエビでも、牛丼関連で俺今までやっぱ一番きつかったの後にも先にも帰れませんかもしれないあれ超えることないんだけどそんなきつかったっけ確か最後の1個が分かんなくて雨降ってきて、公園から生えて陣をしてエビでそんだけ膨れてないわよやば、えデフォルトの腕がすごいけど無理無理無理話が変わってくるこの分をあと最後に食べてくれならいいけどねそれでいくじゃあそうしよう先にこっちを仕留めてやるぜなんか酸味の効いた牛丼って感じ味はうまいんですけど匂いが邪魔この短時間でここまで腹いっぱいになる人そうだなまでもいやえ全然いけんじゃんよし帰るかね、あんまりきついわあとはマトリョーシカの最後ですそう最後にマトリョーシカの一番でかいのが出てくるのお前昔からさ大威嚇やるときここまで追い詰められたときやる手法があるのそれやっていい絶対食えるからああ腹いっぱいあれどうしたのメガギルああちょっとあいらないあ、全然いいっすおごってもらっていいっすかあ、どうぞあ、誰でもなしますいいねいただきますそういう感じで脳麻痺させようタイプうん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 まだ何も食べてないよって、うん、あれなんかこれ食った気がするわで、食べてない食べてないあれ、俺お腹空いてたらさすがなんだうんね、多分ね、めっちゃ食えてねえわなんなら目がたどり着いてるかわかんない正気でこでなどもあっちも恥ずかしく苦戦してるでしょうまあちょっと喋りつつね口に入れなきゃ終わるもんも終わんないしああ今日の夜中も編集やる予定だったけどこれはグロッキーで無理だすごいね翔ちゃんもう4分の1ぐらいゴンボでゴンボで翔ちゃんゴンボでゴンボで翔ちゃん、うん、あ分かった1枚1枚食べてるあ肉減らしてくれたらそれでメガ以外食っただけですごくそれなこれそう、よく考えてみたなこれ食ってんのすごくない間違いないえ、だって君トークほとんど食ったじゃんうん君のが今食ってる説ある口
普通の飴だ。なんでやねん。急に急に自分が飴だとした瞬間。そうそうそう。でも石原さとみが奥さんだったら、もう何も入れなくな。帰ってきたあのフェイスでお帰り、お帰りする、お風呂にする、それともってことでしょう。きっしょいなお前。でも実は当時は。俺から言わせれば、もっと入った入ってる。俺から言わせれば、はい、石原さとみがいいんじゃなくて、たまたま好きになって奥さんになった人を石原さとみだってあげて、別に世にいる男性諸君、まあ、旦那さん、みんな自分の嫁のことを同じような感覚で扱ってると思うんだよね。だから石原さとみがいいんじゃなくて、嫁である事実がいいってだけなんだよね。誰でやってもいいわけ。どうしてそういうこと言われなそうな入ってたの。ロマンチストすぎた。うん、さすがポエマー入ってんなってこと。どうも、痛い青春時代を送っていたのでポエマーも任せてください。一期一会を読んで生きてきました。公共の場でキスとかもね。公共の場でキス中3年生バリアな解雇じゃん。なんでそんなことできるの。俺って学ぶという方法の一個として、経験しないと学べないっていう。まあ、でも経験して学んで、それはもう繰り返せないってことでしょ。いいことじゃん。こういう悪しき文化を自分で行うことで後世に伝えていくんです。はい、そんなしょうもないことすな。はいはいはい。30分超えた。やべえやべえ。私は何をしてるんだね。これ帰って編集して、明日の朝美容室で寝るだろ、こんな企画やった後。11時だぜ。え、何だ1日35時間やってくんねえかな。マジそれ。どうしたんの、早くさ。いけるよね、それぐらい。いつもファイスさん。いけんだって。だって、キングギュードのファイスさん、めっちゃ入ってるでしょ。あれはやっぱ人質に取られてたっていうのとさ。てか、キングギュードで言うなら、もう超えちゃうんじゃないの。キング行くか。キング2かもね。言うだろ。キング2だ。キング 2? キング 2? 11キング。11キングしてんのこれ。そういうことか。何だからきついんだ。当たり前だもん。でも待って。逆に今11キングって言われてこれでかって思っちゃった。まあね、夕方毎日の中に忘れた記憶と君の声が戻ってくる。決め力貸してくれ。やばい。ああ、週末のステップワゴンの中、あまりにも週末のステップワゴンの中すぎる。週末のステップワゴンになるために頑張ろう。週末のステップワゴンになるために牛丼食うの。よし、もうちょっとだよ。もう半分ないです。まあちょっと米があります。俺より早いのすげえわ。もっと軽い靴だと思ってた。なんかこれ忘れた頃にまた同じことやりそうね。それそうだよ、スタッフめっちゃ時間があったよな。この辺に関してはマジで時間があった。うん、早く食っておっていいっすか。遊びじゃねえんだよ。食ってやる。ほらやめて。もうちょっとじゃん。ちょっと早く食え。あ、いいよ。どうした。ちぎるって言われる。いやー、見て語りをキャンセルすることあるんだ。終盤だもん、終盤。うわー、あーわしやもう、やばいやばい。おっ、じゃあ時間切れ。おっ、気持ちすぎる。こわっ、もう一回入ってる。全然もう、バタベースはさっきからミシミシ言ってる。あの止めたり金具をぶっ壊してやる。ブイーンって広がる。ガチンガーはもうマジでやばい。ガチャベルトがぶっ壊れる。ああ動くない。はい、オッケー。はい、ナイスストップ。生まれる、ここが生まれる。俺今マタリティフォト撮れ。マタリティフォト撮れ。エイリアン VS プレデター、まあ、エイリアンガールがその人間にこう腹を吸い腹を吸いで、こう腹を吸いあれ履修が入ったってるしか
おい、何がおもろいんだよ。ふざけんな。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。まあ、とりあえず、出ようか。あ、美味しかったです。あー、ニカだ。ギアフィフスってことですか。ギアフィフス。じゃあ、もっと話題ながら食わないと。おぉ、え、どうだ、え、すごい再現度高いな、ゴリラの。おぉ、行くね。行くね。え、まだ行く。え、ニカ強い。え、じゃあ、エビフィフス。エビフィフス見れんの。ガチドローイングや。あれは来た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 。どういく？固めて、まとめて。さすがエビフィッシュ。やばい。すごいんだけど褒める余裕ない。チーズも切って。肉つまみモード入るわ。お肉。チーズもが大事ですか？ちっちゃいごとをコツコツと。そうです。やばい、あのギアフィフスが思った以上にやばいよね。結構ダメージがえぐいよね。なんかふざけてやんなきゃよかった。やっぱ禁じてた。でもあれのおかげで米がもう残りこの寿司2貫ぐらいで終わっちゃうのよ。でかいね。これがね、あの時の腕だを褒めたいわ。俺ニュアンス的にすごい。エビつまみ食いで肉のが少なくなった。エビこれは称えるべきだ。ジョイボーイが帰ってきた。すげえな。肉もすげえな。任せてください。切れればかっけえだ。じゃあちょっと美味しいとこ。ああもう全然よろしくお願いします。正味今日はエビめっちゃ頑張った。よし、飲み込んだらストップします。頑張れ。お前がそれを飲み込むな。ああ、よし。うわあ、いいんじゃない。間違いなく、これは自信あるよ俺。ああ、でもあります。このきつさを、あいつらのキャパで例えた時に相当きついだろうなと思ったから、今回はなんか、エビがすごいこっちに乗っかってくれたかも。エビがショータニーだろ。ありがとう。ショータニー翔平です。え、エビ谷さん。エビ谷です。結構自信あるんで、このまま結果発表いきたいと思います。ナイザー。オッケー。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。チーム友達、チーム友達、チーム友達、チーム友達。やばいって。もうね、この時間に。そうじゃん、だから。この時間。結果の発表。あ、いや。タンタカタンタカタンタンスープ。いや、思った以上にきついわ。すごい。目がと特が多すぎるのと、あと普通に多分これキングビルドの一個一個ぐらい担当してる。エビと。計算したんですよ、はい、エビのね、そのキング牛丼のキング牛丼の表記をね、すごい余裕で超えてます。あ、やっぱ超えてんだ。余裕でキングは全然、キング2個以上まとめてリポート取れちゃうの。チームと友達、チームと友達、チームと友達。自信あります？結果ね、自信があるかないかって言われたら、長い。俺ら多分絶対勝ったっていう自信がある、うん、本当に結構詰めた。で、序盤クソ早かったし。いや、それは一緒よ。ギアフィフス2回やったから。おギアフィフス、そうそうそう、近畿なんだよ。悪魔の実っていうのは世界に1種類に1つしかない。確かに、うん、1人持ってる。お、確かに。だってエースが亡くなった後はサボが受け継いだから。なんでそっち行ったのってな感じで、はい、じゃあ俺だったら、まあまあそうね、行きましょう。うん、我々が前サイズ食べたタイムは、はい、59分57秒。1番切ってきた。はい、え、あと2秒、3秒。もう正直最初の目標は30分です。あ、一緒です。そうです。最初10分でちっちゃいやつらが来て、残りの20分でトクとメガを食おう。お、30分切ろう。無理全然1個担当するよりきついな。なんかあの俺らの中で逆爆と量子化食いっていうふうに。そうそう、食えば食うほど量が増えてる。え、でもホンモニまでは順調すぎた。
な。あ、本当に早い。じゃあ本当に似たような感じ。あ、じゃあ一緒だね。根性の勝負みたいな。そうだね。確かにそこ。あ、まあでも僕は特盛ほとんどエビくん一人で行ってるって。あ、僕目が合ってる。本当に。なんか似たような。本当になんか。ミラーしてる。まあそうなるよ。目がはね、一緒に食べたけどね。じゃあ僕たちが食べた時間は56分6秒。うわー、今めっちゃ焦ってる。ちゃんと息一切お前はめっちゃ自信があった割には切れてない。え、1時間じゃねえか。いや、多分1時間10分ぐらいだと思って。あー、2個だ。ということで勝者は不仲ゾンビ。あれっすか、この全サイズシリーズはもうやりたくないです。ええ、まあマックでもやろうと思う。マック、それでも全部あるのね。ハンバーガーからちょっと SML 全部。バーガーマグラでもなんか段階変でちょっとずつ大きくなる。200円値段的に順番も物も決めてハンバーガー10個リレーオービー。10はちょっと変わってきます。もうやめよう。食べ物の話ちょっときついよ。食べ物の話やめよう。パッチャー最後にやってみましょうか。最後にやってみましょう。いきます。チーム友達、チーム友達、チーム友達、チーム友達。ぜひ皆さん、SNS 我々チーム友達なので友達になりましょう。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。いや、バイ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 。風を切って走ってる